今日は一人で帰る。お前も部活で忙しいだろうし、一緒に帰ってるところ誰かに見られたら、ほら、恥ずかしいだろ。何がって、恥ずかしいもんは恥ずかしいんだよ。俺は、お前と違って、茶化されたりするのは嫌いなんだよ。私も嫌い。そんなことないだろ。いつも喜んで受け答えしてるじゃないか。じゃあ、誰かと帰る。いいんじゃね？別に、お前が誰と帰ろうと、俺は一向に構わないよ。特に何か支障があるわけじゃないし。だから。いちいちそんなんで拗ねられても困るわけだが。付き合ってるからって、お前の好きと俺の好きを一緒にするなよ。とりあえず、教室でもあんまし話しかけてくるなよ。よう、お前か。何しに来た？突然熱ってちょっとみたいでさ、四限の途中でぶっ倒れたんだ。昨日の夜からなんとなく寒気はしてたんだけど、まさかこんなに悪化するとは思わなくて。で、看病しに来たのか？部活は？休んだ。なんで？俺の心配なら不要だ。さっさと戻れ。あと何時間かすれば、うちの親が迎えに来てくれるし、体調も倒れた時に比べたら圧倒的に良くなってきてる。部活に行かないんだったら、朝行ってたみたいに、誰かと帰ったらいいじゃないか。それって男？嫉妬なんてしてない。ただ性別を聞いただけだろ。勝手に俺の感情を判断すんなよ。熱。39度。うるさいな。お前まだいたのかよ。早く帰れって言ったのに。もうすっかり暗くなっちまったじゃねえか。
病院は明日行くからいいんだよ。今のうちに熱上げきっちゃおうと思って、わざと辛い思いをしてるの。だから放っておけ。で、例のその男、もう帰っちゃったんじゃねえのか。約束までしたくせにかわいそう。そいつよりも、やっぱ熱出してぶっ倒れてる俺の方が大事なんだ。あ。即答されると、それはそれで恥ずいけど。ま、幼なじみだからな。俺との絆の方が大事に決まってるよな。俺だって大事だって思ってる。本当に。まあいいや。なんだか、体が苦しいんだ。ただここにいるだけだったらよ。俺の抱き枕になってよ。あったかい。さっきから寒気が止まらなかったから。うるさいな。俺のことが好きなんじゃなかったのかよ。じゃあ暴れるなって。保健室に来てからというもの、ずっと頭がぼーっとしてるんだ。ん？恥ずかしいんじゃなかったの。お前はバカかよ。俺は誰かに見られるのが恥ずかしいって言ったんだ。今この空間に他の誰かがいるのか。一緒に帰らないって言ったら、すねて他の男を選ぼうとしたら。そんなに俺が好きなら、もういいよ。もうめんどくさいから、離れなくていいよ。体は熱くて仕方ないし、心もどうやら穏やかじゃないみたいだから、今晩は、もうこのまま、お前のこと拘束してみようかなって。だから、じっとしててよ。俺は病人だよ。看病しに来てくれたんじゃなかったの？お水いらない。薬それもいらない。今俺の健康のために一番必要なのはお前だよ。お前のぬくもりなんだ。お前さえいればそれでいい。確かに、今俺は正気じゃないかもしれない。うん。ふらふらするし、
体は重いし、今にも倒れそうだよ。でも、悪い気分じゃないんだ。お前が目の前にいるから。言ったろ。好きにはいろいろな種類があるって。俺は俺なりにお前を愛してる。好き。もう感情が抑えきれないよ。二度と拗ねて俺から離れようとするなよ。俺もお前から離れないように、こうやってくっついてるからよ。